将棋将棋の先鋒拒尾車、タイブリッシ六筋、位取り、六筋。位取りは、将棋の先鋒の一つ。自陣から見て右から六筋目に当たる位、先手ならば六筋、後手陣なら四筋の位を取って指す、位取り先鋒であり、菱屋倉や六六銀型の島尾車など、こうした位取り陣形は、様々な局面で現れるが、 名称としては主にタイブリッヒ者に対して指す居飛車の先方を言い、玉頭い取りや小筋い取りと共に、タイブリッヒ者に対するい取り先方の一つである。この先方では一飛車は持久戦を試行しており、自陣の陣形を有利に導いて、局面をリードしようとする指し方であるが、対抗戦形、タイブリッヒ者戦で、拒否者側のこの筋のい取りを許すと、 振り筆者側としてはコウの絵の発展が阻害されるため、拒否者側の銀が、先手57、後手陣で53に銀がおり、66歩とすると警戒して振り筆者側も、自陣の64歩をついて暗い取りさせないケースが多いが、これを逆利用した中原流の橋角などの攻め筋を与えるケースもある。一方で、振り筆者側としても暗い取りをさせても、身の囲いに直接的に、 不都合な影響を受けるわけではないため、拒否者が陣を築く間に攻撃体制を整えられ、また他の位取り同様、玉側に駒が偏ることで一者側の攻撃力も劣ることにもなる。このため同じ時給戦術の左身のや、拒否者アナグマよりも有利さのメリットは小さく、利用されるケースは少ない戦法でもある。くらいの取り方として、 カメレオン戦法のように相手がフリりシャ党として早めに、6六,六歩から6七銀として、早くに6筋の位を取る指し方もある。位を取ってからの陣形は、レーズのように、金、ミノ型にすることが主であるが、相手がフリりシャアナグマの場合は、左ミノから銀冠にする指し方もある。代表的な実践例に、1966年、最強者決定戦記念対局、内藤国夫対、 大山康春戦や、1982年の、第7期起用戦五番勝負第3局や、第5局、米長国沖を対、森康秀光挑戦者戦などが知られる。ご機嫌中飛車に対する超速37銀で2011年7月、竜王戦決勝トーナメント、橋本隆則対、久保俊明戦で、後手の久保が穴熊を明示するタイミングで、 先手橋本が6筋くらい取りを施行。2012年10月、王将戦挑戦者リーグ、深浦光一対、羽生義晴戦でも出現。こうして、久保は、その後、急に孝に変えて64歩という新手を出現させる。菅井達也の、菅井ノートご手編、2012年、マイナビ将棋ブックスマイナビ出版。 978から48億3994万4537でも取り上げられており、同書でも位を取らせる作戦に分が悪いとして64歩が示されている。タイブリ飛車では他に、津のように、筋違い角型の島飛車に対し、腰掛け銀に構えて6筋の位を取って刺す刺す方も知られる。立尺流島飛車に対しては、 図のように右金を動かさずに6筋と7筋の位を取って構える対策が広く知られている。図より3六歩同歩5三角に対しては、拒否者側は2七飛3六飛7四歩同歩に八角、もしくは3五角同角同歩同飛7四歩、同歩に八角、以下7三角5五歩同歩8五桂などと攻める。また、左玉のうち、特に、 高田翔平が用いる高田流は、六筋の位を取る、振り飛車破りの左玉先法である。ありがとうございます。